一つはですね、これですね、ウィルと B-Going-To の違いということと、名詞の加算、不加算、ここがやっぱりヒットするんじゃないのかなと思うんですね。これじゃあもう続編出ますね。Hello there! 始まりました、森田ちゃんです。今回はですね、東京先生においでいただきました。よろしくお願いします。今回はですね、はい、大人気ね、この英文法の大二約束ですね、どのようにできたのかっていうのを聞きたいんですけど、はい、まあ前回の動画で、はい、まあお笑い芸人時代、はいはい、予備高校生時代ですね、はいはい、やっぱ予備高校生っていうのは辛い仕事で、はい、大変だなということでね、キスを舐め合った前回ですけどね。そして今のスタディハッカーというところに移ったわけですけども、はいはい、そこから、この本ができるまでの話をちょっと聞いてみたいんですけど、はい、予備校で英語を教えてて、その今までは自分でなんとなく分かってたから、自分が英語を勉強する分にはもう別に理屈も何にも関係なく分かっちゃったからいいやとかってなるじゃないですか、うん、だけど教えるってなると、弁護士みたいに俺は法律の条文全部暗記して空で言えるんだぞって言ったって向こうはバンとしちゃうわけですよ。ですから引っかかるものというか納得できるものがないといけないなと思ってる時に、一番最初は at っていう前置詞なんですけど、前置詞っていろんな意味がありますよね。 at をずっと考えてる時に、時間を表したり場所を表したり look at とか be surprised at とかいろいろあって、何なんだろうなこれって思ってた時に、んちょっと待てよと、よく考えたらこれ全部こう動いてる最中の一点をパッと指すってことじゃねとかっていうようなことを思いついたり、オブっていうのはなんだかんだ言ってもいろいろあるけど、結局なんかこう全体から一部取り出すって感じかなとか、そういうことを考え始めたんですよ。つまり我々が文法として覚えさせられてるのは枝の部分であって、根っこが一つしかなかったりすることが結構あるということですね、はいはい、まあ、いわゆるコアイメージとかって言ったりとかするやつですけど、はいはいはい、じゃあどうですか、ちょっと見せ場一個あります、何かここ考え方、この本の中で、この本の中で、はいはい、そうですね、それをちょっと話してもらって買わせる。多分皆さんでヒットするのは2つ、1つはですね、これですね、Will と Be Going To の違いということと、名詞の加算、不加算、ここがやっぱりヒットするんじゃないのかなと思います。まず未来ということなんですけれども、 Will っていうのは、まあ、学校とかで刷り込みを受けてて、動詞に現在形や過去形があるのと同じように、未来形として Will があるよというふうに教わることがほとんどだと思うんですね、うん、でも現在過去と未来っていうのはだいぶ違うところがあって、現在は現実ですよね、うんうん、いつも太陽が東から昇るとか、毎日ジョギング行ってるとかで、過去は実際一度現実になったことですよね、うんうん、で、あの時ご飯を食べたとか、あの時彼女に会ったとか、現実になってることです。で、過去も現在も現実を表してるんですが、未来というのは頭の中で思ってるだけで現実になってないことなんですよ、うんうんうん、ここが大きな違いで、だから現在形過去形っていうのと未来を表すウィルっていうのは全くちょっと性質が違うもんだと。だから現在形や過去形と同じようにウィルを未来形として考えるのはよくありませんよということをまあ言いたいわけなんですね。で、そうすると未来というのは頭の中で思ってるだけですよということです。まあ尾上圭介先生、国語学だったら何々しよう、のうとかようとかっていうのは、うん、頭の中で思ってるだけの話を表すときにつく言葉だっていう指摘があるんですけど、ウィルも全くそうで、心がこう揺れてどうする、どうしようかな、じゃあこうしようかな、これが例えば I will go to the library now ね、今ちょっと図書館に行こうと思うんだとか、そういう意思決定とか、うん、I think it will rain tonight とかっていうような感じで、うん、雨が降るだろうなっていうふうに予想の判断をしたりで、心が揺れてパタンと傾くことで意思とか予想を表すっていうのがウィルの正体ですよっていうふうには、まあ、この本では言ってるんですけどね、はい、そしたらこうやって思ってるだけっていうのがウィルなのに対して、今進んでる途中ですよっていう be going to というのがあって、はい、割ともうそこに向かって進んでる途中ですから、思ってるだけのウィルよりも確実に起きるだろうなっていう感覚が強いわけなんですよ。もう進んでるわけですからね、そこに向かってね。だからそういうような感じで、言葉が違えば全然気持ちも違って、ウィルとビーゴイングとは単純に入れ替えることができる時もありますけど、根本的には全然違うんで、その気持ちで使い分けができるともっと直感的に英語って喋れますよねっていうお話で、あとね、はい、名詞、数えられる名詞と数えられない名詞っていうのは、はい、もう最後に習うじゃないですか、はいはいはい、で最後まで習って最後までわからないじゃないですか、
で基本的には数えられる名詞のリスト、数えられない名詞のリストって覚えると思いますけど、でも実はそうじゃなくて、基本的にはですね、これが分かんないと全然違う意味になるんですよっていうことはお伝えしたいです。例えば、犬好きですって言った時に I like dog って言っちゃったらどういう意味になるかっていうのがこの本にも書いてあるんですけどね、犬の肉が好きですっていう意味に基本的にはなるんですが、あ、この人犬食べるんだっていうね、とんかつ好きですよって言ってるのと同じだっていうような感じになるわけですよ。で、あというのは何かって言ったら形です。この本形ありますよね。でこれビリビリに破っちゃって、その破片を見ても本とは呼ばないですよ ね。この形があるから本って呼んでるんです。この1個の形が数えられる1個の正体です。だけどパンがあったとして、パンボキッでチョークボキッとかパンブチってやっても、まあ、パンはパンですし、チョークはチョークでしょ。いくら折ってもちぎっても、パンはパンだしチョークはチョーク、つまり形はどうでもいい、そういう材質のもんですよって言ってるのが数えられない名詞なんです。なるほど。数えられるっていうことの1個を表すのがあだって分かったら、犬という形がちゃんと1匹あるのがあドッグなんですね。だけどこの犬の形をなくしてミンチにしちゃったらアが消えてドッグになるんです。なるほど。だから I like dog って言ったら犬の肉が好きだぜっていうことになるので、だからイメージが全部違ってしまうので、加算不加算ってめちゃくちゃ重要なんですよ。ということで、名詞をマスターするんだったらまず加算不加算からっていうことをこの本では主張しております。よかったんじゃないですか。これでまたバカ売れですね。バカ売れですね。難しいと思わないでください。これは人類であって5歳以上だったら、その5歳までに身につく認知能力で理解できるようになってますから、詳しくはこの本に書いてありますので、はい、ぜひ。もっと抽象化したらもっと分かるような感じがするよねって、感覚でつかめるようになるよねっていうふうに考え出してた時に、手当たり次第言語学の本とか見てたんです。大学、神戸外国語大学というところですけど、大学では私80年代の後半に90年卒業したんですけど、その当時は生成文法しかなかったんです。で、生成文法はすごく面白かったんですよね。こうやって枝分けして、ああなるほど、こういうふうな枝分かれした時にはこんな意味になるし、こういうふうな枝分かれした時にはこんな意味になるよって言われて、ああ確かに面白いなって思ったんですけど、なんか心から喋ってるっていう感じにはならなかったんで、こういう気持ちがあるからこういうことを喋りたいんだよっていうのにはならなかったんで、自分の中では生成文法は面白いけど興味までは湧かなかったんですね。渋谷のブックファーストで、まあ、たまたまウンゲラーとシュミットの認知言語学入門というやつを手に取ったんですよ。でそれ池上義彦先生が監修、役の監修をしてね、で西村義樹先生もその役のメンバーとして加わってらっしゃったんですけど、でそれを見た時に、うわこれ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 、まさに自分が思ってる通りのことってなって、何これ何これって思ってびっくりして、これで買って、まあ、1回じゃ分かんないから、まあ、穴が開くほど何回も何回も読んで、何回も書き込みしてザーッと読んで、これで、だいぶ分かったけどもっと勉強したいなってネットで探したら、東京大学の西村先生ですね、西村先生とあと大堀先生がですね、認知言語学の学び方というセミナーをやってらっしゃいまして、でそれに参加していろいろ質問したりとかして、そしたら西村先生が、そんな興味あるんだったら東京言語研究所というところがあるからそこに入るといいよということを言っていただいて、まあ私できれば大学院とかに入りたかったんですけども、そういう時間も、まあ、暇もお金もなかったんで、どうやって勉強したらいいのかなって質問したら、東京言語研究所で、そこは社会人でも一般的にそういう興味があったら入れる。で講師がみんなね、東京大学の教授とか早稲田大学の教授とか、まあ、慶応大学の教授とか、一流の言語学の講師が、そうなんですよ、めちゃくちゃすごいですよね、まあ、すごいですよね、僕らからするとオールスターみたいなのが一般に開放してるっていう謎の組織でしたけど、あれ謎ですよね。なんであんなすごい人たちがあんな安い授業の取り方によったら1年で7万ぐらいでいけるんですよ。めっちゃ安いですからね。でそこで、まあ、5年ぐらい勉強して、で2010年度は尾上圭介先生で、日本語学の先生ですけどね、尾上先生の授業に対するレポートで理論言語学賞というのをいただいて、はい、言語学だいぶ分かってきた、まあ分かってきたって言ってもね、そんな、やめとこう、分かってない。全然分かってない。素晴らしい先生いっぱいいらっしゃって、もうどうしようもないですね、本当にね。我々はせめてそこで学んだことを一般の方々に分かりやすくリーチアウトするぐらいが使命かなというふうに思いますけれども、ね、そしてブログをね書き始めて、はい、ここがスタディハッカーの社長の目につき、はい、目につき本にどうやって結びついたのかっていうね。ずっとそのブログを書いてて、ブログを見てやっぱり何件か出版社から声がかかるんですよ。英文法ですよっていうと、
引くんですね。あ、はい、出版社がドン引きするんです。これでしかも、もう英文法を1から10まで、だ大学受験でも通用するぐらい、あらゆる分野を網羅したものをもう、うん、実はもう書いてたんです。はいはい、で、書いてるんですよって言って見せると、すごい対策ですね。いいですね。なんか他にありませんかってやっぱ言われるんですよ。だからそういうので、やっぱ英文法って興味ないのかなというような感じで。で、ブログも書いてはいるんですけど、言うほどそんなにね、ヒットするわけではないわけなんで、まあ面白いって言ってくれる方はもちろんいらっしゃるんですけど、まあ、絵も含めて感覚を教えるっていう、ことをずっとやってたんですけど、まあ英文法そんなになんか需要がないのかなとかって思ってたら、飛鳥出版社の、まあ、編集の藤田さんという方なんですけど、はい、その方がメッセージくれて、はい、で面白いんでうちでちょっと書いてみませんかっていうことで、また来たよとか思ったら最初はね、はいはいはい、なるほどなるほど、どうせお前もと、はいはい、もう根性がひねくれてますよ、どうせお前だって英文法って見たらもうドン引きすんだろとかって思ってみたら、じゃあもう全部このままでいきましょうって。じゃあもうほぼ出来上がってる状態だったんですね。そうです。こういうのを書こうと思ったのはそもそも15年ぐらい前なんですよ。はいはいはい、で15年ぐらい前にもう自分でそのまだ東京言語研究所とかも入る前にですね、自分でこう思った英文法はこうだみたいなのをネットでホームページ立ち上げて、でずっとやってて、本格的に本を書き始めたのは10年ぐらい前にはもっと書いてます。だから1冊分の原稿はあるんですよ。それをその出版社から声がかかるたびに、こんなのあります、こんなのありますって見せて回ってたわけですね。これじゃあもう続編出ますね。続編出るとありがたいですね。鬼200足とかね、これでまだ言い足りなかったこともちょこちょこありますから、あ、まあ、そういうの出してくれたらいいですし、続刊は決まってるんですけど、はいはいはい、で英文法というよりはこの気持ちが分かる感覚で熟語を解説してくれる、英文を書く、英文を話すっていうことをやっぱり基軸に置きたいので、読んで分かるのも最高なんですけど、まあ、話せる書く、じゃあそのためには英文作んないといけない、はいはい、英文作るには単語をどうやってつなげたらいいかって話になりますから、やっぱりその心臓部は動詞なんですよね。だから動詞句を中心にした熟語をたくさんマスターしたり、あとはもう構文全体、一つの構文としてまとまっちゃってるようなものをたくさん覚えると、自動的に文はもうその空いたスロットに名詞入れていけばいいだけなんで、だから文っていうのは作りやすくなるということなんで、購入いただければいいんじゃないでしょうかね。よろしくお願いします。まあ、今バカ売れしてますからね。今日も Amazon の欲しいものランキング、売れ筋ランキング英文法5本部門で1位でございました。はい、先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。